お待たせいたしました。この時間は第四期乱和戦ベスト十六英卓の模様をお届けいたします。実況の田中佑です。そして解説は第二期乱和吉野敦プロが集めます。吉野プロよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第四期乱和戦ベスト十六英卓三回戦が今立ち合いに藤原孝弘の合図で開始されました。三回戦の並びを見ていきましょう。小さから佐々木里。なんちゃに吉田光太。 シャーチャにサルカワマスとし、ペイチャに花岡明を以上の並びで三回戦が行われます。三回戦、トーン曲ドラは数万さあ二回戦を終えて佐々木里が二連勝を決めてと。うん。いうところになりましたね。まあ、そうで、ね、す。七割八割はもう一枠決まったかなっていう感じしますね。はい。うん、あとはもうこの残り二戦で三回戦そして最終四回戦で二着からそうと。 と,いうところが焦点に、うん、絶対じゃないけどとりあえず引き離されたくないですよね、はい、他3者とりあえず現状は猿川マイナス7.1ポイント、うん、続いて吉田、えー、続いて花岡20.4マイナス20.4吉田20.9マイナスというところですね、まあ、マイナスになってる他三者はまあ合ってないような差なんで、はい、とりあえずこの3回戦でうん、まあ、とりあえずは浮い,て浮いてトップ目に立ったりとかしていきたいなって感じはい 岡さん本一の仕掛けはいそうですね1枚目白から動いてきましたさあこちら吉田もかなり苦しい手形さあドラが引いた猿かは、うん、場にねピンズが切れてないんではい、うん、場に高いピンズから処理したって感じですかはいここにローピンが3枚だったんでそうですね後半なんじゃないですかはい甘露草とウーパーワンのイーシャンテン猿か ローソが山に4枚ある4枚ありますね。うん、いい選択仕掛けもある、ね、あローソー<っ>さあ、キューピン頑固になったのは吉田。さあ、これでポンテもかかる形。うん、仕掛けてきそうだね、何かも。関連装置、穴岡、うん、天敗はく、博本一、ちゃんとの天牌。あ、イーソを掴んだ人と。

ちょっとこれ、転廃しないピンズとか持ってきたらどうするんでしょうかサッサンはあ<あ>間違いできるけどせずあナンを引いて酸素、しかしイーソーが危ないこれ出るね出ますね、イーソーイーソーはイソーソ出るオービムを受けた なんというさすがなめんなよって感じかそうですね <laughs> 出るわけで、ね、<laughs> マジ出そうだったけどはい別に打ってもおしかしくないですよねおかしくないけどさすいやもう完全にやめたは,、ね、はい。これが佐々木久と。事前アンケートで守備型と言っていましたがまさしくですね嘘でしょそれは <laughs> 守備<型>固すぎますねこれいっそ止めてローピアンと守備型ですわ嘘じゃないの <laughs> いや実際でも佐々木里最近の佐渡って本当にこう守備がすごいですよねあっ天杯はどうするか単葉出上がりの効く単葉にするかまあそうですかねーーンンあーリ,ーリーチまで行く,くチーソーパーソーシャンポンチーソーパーソーシャンポンはパーソーないチーソー1枚だけで何も1枚でしょはい,い山には1対11対1ですね これリーチすごいよね。そうですね。ローソンは中筋急送現物。ここは打点を。優先してローソン切り。うん、山にいったりしたけど、こでかいよ。上がった方はかなり2。うまいく。二番手のやつを貸し取る可能性が高くなる。はい なんかお互い全部ね、はい、切るからねこそうですねあーな何かなかった,ーーた山にはチーソー1枚だけ現状断然有利猿川さんあと山にすぐ近いところにあるかどうかそこれもいくあチーソーもなくなった全部回収したとこれで両者の上がりはが山からなくなりました 打ちそうな速さも打たんし上がり速さも吸収するし最強じゃないそうですねと、ね、あのー、一応ね花岡さん待ち返したら上がってるのはあったんだよね,ね一応そこはあったけど、はい、シャンポンじゃなければ関連安全は分かってる、ね、いや最後はって法廷ローマンは打ちづらいかこれ打ちづらいね あーここで天敗も壊しました猿川の一人天敗流局となります花岡さんは一応この選択も頭に残っているとは思うからどう考えるか、はい、そうですね管理安祖でしたらツがりが勝ったといやしかしそれでも久渡の守備力とんでもないですね守備型ってもうなんか 本当いつなそそんなことそうです、ね、事前アンケートではマージャンのスタイル皆さんにマージャンのスタイルだったりとか聞いてるんですけども久渡さんからは守備型とだけなんかいじってほしい <laughs> 聞こえるぐらいな感じでね,守備ねバランス型とかまだやらしちゃったけど <laughs> いやでもすごかったなはい、まあ、愛にはう歌うよっていうことでしょうけどそうですね、うんまあ、リードして立場もあってということですがそれでもしかし きっちりやめましたね、うん、素晴らしいバランスですね佐藤二曲一本場京拓立坊が一本へと移っていますこちらは親番吉田浩太の手配カンパーワー1が入った、うん、かなり嬉しいパーワンそうですねドラメンツ完成と、うん、佐藤の手配まんずいめメンツサナンが出て猿川動いてきます これは二枚目のなんですね。さあさあ選択はい三、ね、万切りとかまあ嘘ソ切りとかお三、うん、万切りこれは一チャン点取ってないですね。一チャン点取らずと。うんやっぱ横伸びする上での手順でピンクドライチもしくはねリペコとかはい。 これで再びシャンテンに帰ってきましたカン、まあ、ちゃんのリーチとかねテンパイとは見てませんよっていうことでしょう、はい、さあこれねーウーピーンっていう手もあるけどはい9ピンとかねそう<っ>ローピン持ってきた時にねはいはい イーペイコーとか打点もついたりして、そこからまた選択しようっていう手順ですね。はい、うん。いいんじゃないですか。刺さるかもいいチャン点、うん、両面両面が入らない。からりパーソンカギリ。これ公式ならでの打ち方ですよね。ここでクーポン切るってのもね。 さ,さらに広くなった G ピン、うん、これをチーして連敗いい須走その手順を踏んだことによってこの G ピンが打ち出されてそうですねかわされちゃうかもしれないはいあっーーこの印象ーー出てもおかしい止めなすなるほどやっぱ安易に当たりは打たないですね打たないですねいいシャンテンあっこれ大丈夫 選択だけど酸素か、うん、酸素ラベルか大丈、はい、あ<ー>スースだこれ無理だこの手順にしたことによってだただ危ないって分かってるまだねもうこれ普通だったら切るもん、ね、ちょっと考えてる怖い <laughs> 普通打つよだって手配的にこれンピン考えてる できないでしょこれ。両品切るとしたら他に両品か。相当危ないと思ってるねこのススそう。ああしかし自身の高体中線。さらかながり5個返します。なん100点の1本場1300。ソーズで当たるとしたら。はい。かなり濃厚ですよねっていうところで。じゃあどこ崩すか。 とかね、いろいろ精査してたと思うんですけど、ね、今、うん、さあ、これでトーン3曲へと移りますサルカの夜番、2メンツありますピンズ一1メンツ、イーソーガーアンコ、続いて花岡。こちらはメンツなしついてイーッと、これでピンズで2メンツ完成そしてドラドラだ、ドラのパーソード一 いやチャンスって佐々木佐藤まあ久さんはねえこちら打点あるに越したことはないけどとりあえずなくても上がれれば全然局小化で全然いいんで、はい、問題は他三者ですよねそうですねさあいいシャン取らずここはベンチ1払っていきますもうね折り返しして 3回戦のトーン3局なんでやっぱはつきなんか話されないようにしていきたいわけじゃないですか、はい、だからああいう数磋でもね先ほどの浩ータさんねちょっとでも打ちた,り打ちたくないかって、はいうんそういう思考があるんでかなりシビアになっていくとさあついに移した後がいいシャンテン で対して先ほど上がった猿川さんがね2番手に、はい、若干ですけど差ができてきたはい2番手に向けてさあいいシャンテンですがここでいい層の安価うんさらに加点していこうとさあこれでいいシャンテンくっつきドラもしくはねチーソーとか引いてドラ受けてたらはいができたらかなり強いですがチーソーないですねないんだ なるべく,くっつかないほうがいいね、じゃあ。あそうですね、すっちそうなっても厳しい。数層も一枚だけですからね。ローソにくっつ。ああ、これはロー,層ローキュウソまあ、キウソすでに三枚切れ。いや、ローソや、ああ、なくないね。ああ、そっか、それか、あの、このローソン。いや、小ーソない。いや、残三千三百でも打ちたくないよ。そうですね。 いやあのロウソウいやロウソウにくっついてもこのスッチーソウキは悪いしロウソウにくっつかなかったら宝珠う,うわーここは一旦闇てロウソウリアンピンシャンポンこれよこのなんか出そうなとこから出ないっていうね、はい、さあこれで久渡の6球数なくなりましたねあーーこれは素晴らしい猿川かわしきったーー一点してチャンスはい イースを関してるかららね、積もったら、はい、<S S 結構で,でかいですねしかもね今2番手にいる猿川さんですから、はい、結構でかい三ロピン3ピンとロピン1枚ずつですねただヒソさん降りるのかないやもう数万いってますからねここから、どこまでいくかだよね数万スーッと行きましたねどこまで押すか、はい、全部聞きるのかな生ききるのか

こう現状ちょっと縦長になってきたんじゃないそうですね。このサルカーの続けたの上がりでかなりサルカーもリードを増やしてきましたね。多分二番手のサルカーさんでさえ今で多分四ね三番手の人だと多分四十ポイントぐらいは約つ、ねうん、いてる感じしますけど。さあと三曲一本場ドラは一ピンです。 前つきましたね40ポイントほど、うん、現状ではありますがいや、っとがついてるとな,なると猿川、はい、さんってやっぱ先ほども言いましたけどねあのやっぱリーグ戦にやった時もねなんか派手な上がりしなくてもなんかこうやってちょ,、ね、ちょこちょこした上がりで,で、ね、なんか点数いつの間にか稼いでるっていう感じするんで気づけば、うん、気付けばもかポイント持ってるみたいな,、ね、そ,うなそういうところも強みかなと思いますけど。はい さ3番手の花岡さんとでも猿川さんはね約40ポイント差はもう今ついてますね、はい、今ねいやっつけ離されたくないそうですねついさきたいでさ、ねうんはういや猿川いいぞ加点しさあトーンをポンしていきます、うん、花岡ここは親番かわしていこうとう、ね、反応するようにあんまやらせれんぞとここでさらに加点されたらねより厳しくなりますからいやあだいいたきたきたきた 現状リーチドライチだけど3色まで伸びる可能性もあるしそうですね想像、うん、が下に伸びれば猿川さんはああいったでこれやばいぞれあただテンパイ6球,わしれるか6球相当強いはい6枚山パーピン5枚目ここは安価節除したこうたつもぎり

ま打たないはいシャーとかだって一枚切れでよさそうだからそうですね残してもおかしくないかなり危ないと思ってるよね自分<い>、うん、さあそれによって逆にチャンスが生まれるかもしれないかもしれないですねすいい、うん、うわ完全だこれもう急走止めてますからね明確にいや明確だよ あーそして吉田がたれた1300の一本場1600の上がり些細な失点もしません佐々木里 <laughs> <laughs> 無傷だからねさっきからなんかいやそうなんですよね打ってもおかしくないところで打ったところでかなり軽傷で済む点数ですら打たない。うん これから。鉄壁ですね。これからアピールしていくんでしょうね、守備方で。俺のスタイルはと。鉄壁だ。いな新たな鉄壁が生まれました。猿川さん言いたかったね。はい。うん、さあ、トン四曲に移ります。花岡の親番、ドラはウーマン。加点を許さなかった花岡さん、この親番で。はい。つなげていきたい。はい、たいと手形も悪くはないですからね、こちら。これでいいシャンテン。 桑井チュンと一つ、つ3と一、そして吉田浩太地風シャーと一いやピンズに寄せていくかさらかもこれで一気通過いいシャンテンさあドラウきができた花岡シャア1枚目から動きませんこの吉田浩太花岡さんはまあ 今のところまあ単要の振り返りも多分難しいと思うけど、はい、とりあえずリーチして親番つなげていきたいですよね、はい、まあドラム番引き込めればいいかなっていうところですここで一応選択あるわあーなるほどスーピン切りいいピンもあるけどそうですね、うん、一旦受け入れはか、えー、狭くなってますね,そうですね すんばかなりますが一品切って対応で打点を確保しようという選択もあったでしょうがここは素直に数ピンギットこの花岡ですまあトレサルカーさんも一発だけど仕掛けていくかもしれないね、はい、これも地相二枚切ーになりましたね<ー>これでじゃあコータはピンズの本一と

サルカはどうだ天敗入らない穴岡も入らないローピンはチーの声です吉田浩太まだまだ形は苦しいペンをポンして天敗カンローマンチュンドラ12600の天敗カンローマン三山あ三山優秀な町ですカンローマン あのー、リーチが来ても降りれる手がっこうではありますからね、はいうん、多分守備面も考えてるとは思います守備型だけにね多分そうですね純、うん、のあんこがこの仕掛けのご安全面も兼ね備えてますねいや花岡天杯入らない サルカどうだかいやーまだ入らないシャアこれは仕掛けてる吉田の風うん明,け明白なピンズのねシャアが出たうんこれでもう明らかなピンズの本一とはいこれでいいシャンテンテンパイでもおかしくないこれ打ちたくないんじゃないもうサルカここでギブアップ三走、うん、4枚目 暗槓します。新ドラ、えー、増えませんが、さあ、いった、ここにリンシャンにウーマンがいた。ーリーチー、三ピン切って、リーチあるやん、ーピン待ち、リーチ、ドラ一。ローマンツモだヒサトのツモ上がり、純、ドラ一、七百千三百。強いわ。<laughs> 強いですね。これは参るな。参りますね。到着してたら。 ようやく花岡さんもリーチ打ってねそうですね積もる前に終わらされちゃったしさあ難易曲これで内入試の3回戦難易曲ドラ3ピンその久渡の親番コータさんもね2つ上がったけどスピード追いついてないしはい、うん、じゃあ久渡の前半、はい、メンツありません統一が3組続いてて田ータドラメンツがありますピンズで1メンツ続いてサルカオこちらも統一3組第一打ウーマンから続いて花岡 こちらはメンテなし苦しい形。まあもう久さんはいいやって感じかな。はい。逃がしてもみたいな。そうですね。うん、そうなりそうですね。やはい。とりあえず自分の点数を上げていこうっていう感じと。まあね、その三番手とよ、四番手の位置にいるこうたさんと花岡さんは。はい。もう加点するしかないし。はい、そうですね。うん、とにかく、まあ、この三回戦を気に回って、猿川。目標にしたいところですね。 ただ形で花岡さんは苦しい、はい、久田さんがいい、この下だって悪くはないですね。小田さんもただリーチドライチで打ちたい、三、はい、色までいければもうこっからは一曲一曲本当大事なんで、はい、まあ親番も含めて、まあ一応あとね。 佐藤さんとかの攻めの矢が来た時にもちゃんと受けなきゃいけないし苦しいと思いますよ今はいか指しが見えてきたさあこれでいいシャンテン関数マンと数チ層ソー佐藤川さんも結構受け気味にそうですねなんかかなり苦しいいやーこれ単品ドラ1見える見えてきたね も久保さんねテンパっても五5,800とかやめてんで結構十分だけど、はい、リーチ打ってきそうだもんねそうですねさあドラが重なったぞ三層打つか3層打った、うん、やっぱねドラ2枚使いたいもんねそうですねただ単応とか見えないからあれだけども。 うーん200万は切ってるかただ悪くなさそう<あ>ってことでこドラ切ってと、うん、決断しましたか、うん、シャンポンがいいと思えばただなんか国士っぽい人がいるん、ね、ですね猿さん言いそがあんまり当てにならないから ね、振り点でもいいように関連は受け残しましたよね今ね、はいうん、イーソー1枚切れだしこのあ選択ローマンは場に2枚切れリアンはいいと思ってますね切ってるけどこれはかなりシス、はい、リアンマンは山に2枚ですね、うん こういう時なかなか、でも先輩ないんだよね。そうですね、やっぱ苦しい時って。さあ、ね、ちいした。なかなかね、手が進まなかった。で、えはい、ここでいい,いてしゃん。こういうところも自由自在だ。久はい。うん 岡さんはずっと受けかなこの曲はさあ安全度手出しで 2−1 浩太さんももしかしたら桂手見られるかもしれないさあ花岡も受けも,もうね最大最大限に注意して今ハエ、はい、を選んでいかないとああ嘘あなるほどパスを取ったからかそうですね 瀬戸先輩、リャムピン。タンヤオ、ドラ一。リャムピン、四枚山ですか。ああ、リャムピン、つも上がり。りタンヤオ、ドラ一、千オールのつも上がり。うん。 1000オールの上がりだけどうれしくないよね少しでもね先手でも削られていくのはやっぱ、ね、何かきっかけが欲しいですよね沈んでる人たちは、はい、このままだと無限に加点されていくんでねでねやっぱでリードしてる人が久男さんとね猿川さんこう仕掛けもうまい選手なんで、はい かなりやりづらいと思いますよ。はい。うんまあ、花岡はチャンスってたか。かなりメンタルピンドライチ打てそうなたちだね。はい、さ何曲一本バドラー数そです。完治そうが入ったのはそれか。いや当的。ーーいいですね花岡。は大チャンス。さあ、吉田ー太もこれで二メンツ完成。 さあどうだピンズが2面にかえたどの数層化されたな猿るかはうんただあしごろ見えてきたかなコウタさんはい得意の3色そうですねになればいいって感じか <laughs> さあこちら そしてドロドロの猿川注目はでもどうしてもここだねそうですね早くまとめたいはいチーピン切りこれチーピン切りこれでいいシャンテンまあ相像の4連形を伸ばして単品とかにしたいですね将来的にはね多分9万切っていくと思いますけどはいあの9万握れだしさあ2万ポンは猿川だこれは単野尾だ <laughs> 苦しく見えるけどねこれもそうですね ドラドラとはいえ戻らんこといやー穴岡さんもうあんまり進まないねはい <laughs> さあこれで単位、うん、アウトいやー引かない。い もどかしいよね、こういう時は。そうですね、や、ペン三万入った、いいシャンテンだ。は一応ドラ受け。固定した、うん。安全度か。先に切りましたか。ただドラの数走が、あと。一枚ですか。いるのか一枚。 そうですね一<や>枚いますね引き込まないときついのか最初ともここで三万が重なったところで単行にま変えましたね、うん、カンチマンとリアムソとうわ,うわあドラがここにあんこになったとなると苦しいぞ一気に次に移るこの吉田とですね関数うそがないかなり苦しいし花岡さんもあんま想像に伸びると良くないそうですね花岡のこの形五六六七。 あーこれでロス切るんじゃないロス切りウーピンがなくてただイエスとも変化したピンズがいい形に変化しましたかんも払っていったウーピンないんだけどなぜかンピン4枚あ今三切られたけど3枚いるチーピンチーしてテンパイリャンウソ単ヤはドライチー。あャンピン縦付けに切られた

リーチサブローマンリーチに行きますリーチタイヤをサブローマンは三万一枚いますねあーマ引き込んだあー天杯数万ローマン。ローマンはこれでなくなった数万一枚ある数万はないですね数万ないですねないかあローマンが一枚あるかあローマンもないか十六からですね 花岡は3万が1枚だけある久里のリアンソウが一番強いんじゃないかパワーワンポンだ吉田もテンパイだスッチーピン、うん、最後に追いついた竜輝4人テンパイすごい粘蘇が1枚だけだったか山にあそうですねワンに 1> 内局1本は4人転ンで流局2日本倍と移ります離されないぞっていうこの意気が見えましたよね,うね、まあ、終盤に浩太さんも転ンかきつけてはいこぎつけてかさあドラはチーマンじゃあ佐藤大敗ーズで一面ツピンズで,でも一面ツある形はいいぞ第1打一代ピンから続いて吉田浩太ドラーチーマンを第1つまで持ってきた続いて猿川じゃあ配杯チュン統一 さあ、花岡はドのチームを回って、1メンツありますねペンチースを引いたさあ、花岡これで1、2、3の三色が見えるかさあ、フこルはこれでドラメンツ完成、チューンが出てサルカ動きますね曲面回しとサルカさん得意の、はい ンでサルカはさあ3層引いたぞこれでいいシャンテンはくっつき立てないけど結構十分現在いいシャンテンだねいいピンチから動いていった花岡<ー>これは三色ドライチ、まあ、しょうがないけどねなんか苦しい人特有の仕掛けって感じはしますねそうですね両面チ、うん、あんまり結びつかないけど さんのいいシャンテン、はい、さあさるかもこれでいいシャンテンさあこれで両面両面のいいシャンテンウッパーピントリアンウーマンドラを引いた花岡これはもしかしたら採用はしたいよなんとかしてねそうですね、あのー、9万パーも払ってったりとかしてねさ、はい、うんぱい<ー>リャンウーマン待ち これやられるの苦しいんですよこれ多分ね分かってるとは思うんだけどねえ猿川さんとか猿川さんもう局面回しも前からそしてもコートもこれでくっつきシャンテンねえ供託1本あって積み棒が二本だからはいやっぱり1600点の上がりでも嬉しいよねサルカさんそうですねそうですね かなり意味がある。どのチームなんだ。外すかな。ここはテンパイ外します。さあ、ペン酸素チー行く、チーム。ーテンパイ取らず。さすがにか。<laughs> 取りませんでした、ね、2,000点の天敗は、まあ、点数的にもそういうことあ,あ馬のつま上がり猿、ね、川チュン3百5 0 0の日本馬500700のつま上がりいやー沈んでる二人は苦しいこの展開ははいさあ何二その苦しい吉田浩太の親番 なるべくねやっぱこうならないようにしたいんですけどもねだからこの親番でどうしてもこう大きい上がりっていうのが欲しいですね、はい、今うたさんとりあえずさあドラは1品そのドラが1枚そして地数トン統一じゃあ9万か続いて猿河はんまたサルカい,やい,いですね仕掛けてい, 2> 2いけそうな手配だね花岡統一が地統一いい勝手なんだね、うん 太田さんとん泣くかなそうですね打点ないけど他の形苦しいからすごい遠目に高い面前、ね、で仕上げれば、はい、123とかねドラッグつければっていうのありますけどあまりにも苦しすぎるどう仕上げていくかさあこれでまんず一目つ完成 ととンパトントン,タンキー山に1枚 1> ちょっと夜明けになると打っちゃうかもしれないよそうですねこれだってまあロースターかもしれないけどトン切ってくよねこれドラのい、e、いピンが打てないとなるとその未来もあるかもしれないですねーピンはいった いや何かトーンいつ出てもおかしくないんだけど、はい、これ一旦言いまんかこの後の進行次第ですね、うん、いやまあ本人も分かってると思いますよ河田さんも苦しいのははいだけど降りたらもっと苦しくなる可能性もあるってことですよねこれははいなら行こうと、うんまあ、上空がそうさせてるっていうのもありますけど さあこれはべべ払っていきます結構いるけどね勇気いってますねスーッと切ってったねはい考えずまあ差し子の3色あるからそうなんだけどトンが出ることは多分ないねそうですねもしあんこになってみたいなはいは頭になった場合だけ危ないか、はい、ぐらいか 山に一枚いる、ドラのいいピン引いたときは。どうですか、危ないですよね。ただ花岡さんも一枚いる。あなかった、また吸収したよ、久保さん。目いっぱい持つか。いや、ウーピンじゃないか。ウーピンは中筋、自身で中筋にした。目いっぱいか。どうせ切るなら、いいピンっていうのはあるけど。まあまあ。怖い、これは。そういう意味では、う,でね、うん、その。心理としては。 でもどうせ行くなら E ピンどうせ切るからまあでも重なりもあるからウーピンっていう選択肢はあるかなはいどっちかなああ<ー>い、うん、ったいったいったラの一ピンどうせ切るならとすごいよこれかあほんとにスッと切ってるけどあんまこうなんだろう簡単に切れないよねそうですよね<に>どうしてもやっぱり単力がないと切れないあれですよねどうしてもちょっと残したくなっちゃうっていうかさ3万は現物自身でしました僕ここは差し子を見てローマン斬りと。 あローマンも切りやすいですかねチーマンがノーチャンスでしたね4枚見えスーッと切ってねさあチーマン現物あのあチーマンに1位の声をるかは猿川い子も取ってるしあ,あしかし万そうですね9万は切りませんでしたまあ安全にテンパイ取れるならっていう得意の仕掛けでしたね、はい、これね さあトン一枚ないんだよねもうあとはテンパイ形式テンパイでも取れればいや取れるかどうかっていうとこですかもああテンパイだ形式テンパイ猿かこれが猿かさんだよなだからあれか最初のこといやテンパイ入らないもういねもうお山一個でも落としたくないもんねもうそうですね次が最後の相撲番 どうだいや、入らないきつわ無理だもんね、どうしてもこれさるかルカは転敗取り切りましたいやー苦しいわサルカは刺した花岡二人転敗で留局サルカさんにこうやって転敗も取られて桃、はい、田さん全部いったのに転敗入りませんでしたね 花岡さんも早い順目にね飛んだ時で打って上がりも取れないし、はい、いや展開的には本当苦しいさあ南三局へと移ります南三局一本場京拓立坊一本ドラはウーマンじゃあ猿川手配統一が4組見つかりません続いて花岡宅配白統一ドラのウーマンが1枚 こちらはメンズありません、うん、なんかこうどっかで苦しいながらも一瞬報いてほしいんですけど、はい、沈んでる二人の方にはこのままだとずっと開いていく感じがして。っていうことも考えたらまずこの親番、はい、今ねいわゆるボーダーにいる猿川さんのこの親ですから。 好き勝手にさせないっていうのと、にまずしないといけないですよね。高、ねうん、打点で決めれるなら一番いいけど無理ならばこのオーバーを抜きたい。はい。それこそ四トイはい。さ花岡もこれ白は無かずにチートイツと。うん これもチーム四つ目引っ張んなかった。はい。ああ、いいシャンテン。いいシャンテン。うん、まあ。今は自身で切ってますが、ね、ドライヒョウナス前よりは。とはい。 シが重なった人と、これで吉田ともちもちです。いやあ,ってなるあこれで六ッチッパーが見える。六ッチッパー変化していけば。いやなんかね、これでいいシャンテン。トイツ点になってきたね、みんな。ある程度。サルカーどうだ なんかチーついいシャンテンテドラ重なればかなりでかいんだけど山にあるからね山にありますねお母、うん、さんこれ重なればでかいロウソウがあんこになってどうするかここ一旦残します9万切り。 ーあ残したインマンがン重ねたよイーソー短期のリーチリーチチートイツーイーソーはしょんぱいかあっ1枚切れですねあでも良さそうだねかなりはい実際山に2枚残ってます当う地獄だったけどいやーこれ結構すごいけどねイーマン白が出て動きました花岡スーマー現物これでいいシャンテン ね、花岡さんも分かってるんでしょうねこのままはい一人旅にさせさせるわけにはいかんといやでもこれ積もり上がられると結構大きい戦3200ゴールー決め手になるかもしれないさあし田もいいシャンテンはもちもちいい

枚あこれで、ね、イソが使えるかサブロは三枚いる結構でかいよ一対三ちそパスが現物ドラだいやーこれ上がりにくくなったトイトリ変化いや馬はないイーピンは一一 <1? S 2> <位>いやー上がりにくくなったけどそうですねあー、やイーピンだこれでなくなった花粉なくなった 山に磯だけいやーちょっと意地悪だな三郎はだけど逆に磯いそうだと1枚いないんだっけあと言いそう枚いますさあどうなるかと吉田猿カーと中天杯取りきりました相手これ磯うんわなかった竜玉 サルカそして花岡の二人転配で流局一応、うん、ねサブロワンの上がり逃しもなかったし。そうですね。とりあえずはだけどまああの早くこの親番蹴りたいんですよサルカさんの。はい。うん。わかってるけど。そんなののわかってるよっていうことなんだけどね。共奪二本あって二本場上がりたいねこれは。そうですねな、うん南三曲二本場ドラスピン。 てはいいですよピンズの形悪くないついて花岡あこちらもいい二面メンツあるドラメンツもありますついて佐藤なんだかゴツゴツした形さ吉田浩太にもこれいいマンが4枚目4枚ありますね満足4連携いやドラのスープを引いた花岡サルカ サルカやはりですね、うん、これちょっと決められたらまずいはいさるかさんもね結構いいチートイーツのねテンパイのし方たしてたし、はい、ドラドラの花岡さんもちょっともうちょっと時間かかりそうだもんねそうですね休んでくよその間に。はい さあこれでに刺しのいいシャンテンだ、うん、だけど酸素れ三枚目から切ったんですよあそうですねで酸素殻ないのよあーないあーこれでこれ一応家賃のくらいできないですね、うん、で場に二枚見えたことによってあでもこのローソーを引き込んだから、はい、もしかしたらまだ上がりの目があるかも、ねうん、現状花岡さん対この局面は親の猿川さん いやー形略のったくいー仕上がてこれタンヤを固定と多分サルカーさんテンパっても多分闇手にすると思うんだねはいって予想はしてるんですけど単品ドライチ,って単ドライチやったり単品ドライチもしテンパったとしてもねあのメンタンピンドライチには多分しないと思うんだけど五千八百の上がりにかなり価値あるし教宅もあるしさあこれでいいシャンテン まあ、しかしもするかもしれない、ね。はい。チーソーチーですね。そうなると。五千八百。リャンペンもチーするんじゃないかな。はい。その後。まあ、二千九百。取るかどうか。でかいですよ。ここの日経の上がりも。はい。うん いや、苦しいかー、花岡さん、対抗馬の花岡さんね。はい。数走の地位点取りませんでしたね。う、えー、意外だな。はい。そうですね。二千九百の点牌取らずと。

ないですねさあ久人も天敗が入った一個までローソー切ってるんでねこれで流局花岡そして天敗を入れた佐々木久人2人天敗で流局すごいね久人も三素二枚持ってるんかいって,ってね <laughs> さあこれでオーラスへと移ります三回戦 3回戦、内四局3本場、京卓リーチ棒3本あります。場に3900を落ちている。そして花岡の親番。京卓3本で3本場。はい。いや、沈んでる2人は上がりたい。はい。ドラオリアンピン。ゼカギでも上がりたい。さあ、花岡はどうだうんー、メンツはなし。とりあえず、花岡さん、親の花岡さんは連チャンではいさあ、3本。 何でもいいから上がりたい。サルカワさんもトップ目で何でもいい。はい。ええー、コーダさんがまあハネマンだと気にもありますね。マンガンじゃ足りないか。マンガン足りないですね。うーん、苦しいけどとりあえずマンガン以上でもいいからコーダさんも上がっときたいよね。はい。 できれば派手な。だけど現状見えないかな。そうですね。手形的に苦しい。シャアが出ましたが少しだっこうとは動かずと。さあどのリアピンピア持ってきてさとここはそこリア面固定します。これで五落ちが見えるか。うんそう、ね。苦しいけど三色になればさあ、発が出て花岡は動きます。うん 小野さんはね、親バネだし動きやすいね、教宅もあるし、はい、寿しで凍った頃中になれば、花ままであるか、リッいつも三色ドラピンフ、つくかどうかうーんー、チートいつか、三色か、イス、そのリア、メンバラい どのリャンピンピなったの猿川、うん、でもチートイツね要は親の花岡さんに、はい、あの仕掛けさせないように安全にこう手配進めていこうっていうことですもんね。さあ、はい、花岡はリャンピンを切って目いっぱい、うん。猿川さんも上がりたいけども。いやそうポン、うん、いやでも。 ほほぼほぼ一人旅の濃うかなお<い>このお母さんいや久さんもいるかさあ花岡はいいシャンテン小さな通りアンシャンテン 浩太さんはちょっとこの曲はそうですね、うん、お休みって感じでできれば親の天杯だけで上がられずに、はい、次曲っていう感じですかね結構今もう突き放されちゃってるんで点数的にもさらかさんも,もかなり受け気味にあスーピンこれで泣ける。 スーピンポンして天杯は6九棹待ち、ね、これでかなり一応ね青ポン2八棹ポン数ピンポンなんで、はい、ちょっと怖いですよね先手、ね、もあるトイトイとかついたら怖いかもしれない実際は両面の6九棹待ち6九棹は三枚山 つか感ださるかはとりあえず上がりたいね、はい、花岡さんあとはトイトイ変化した時に選択ですね選択するかそのトイトイに選択するかどうかですねさあ下昂太もいいシャンテンだこのまま相もがあっただけでも原点復帰するんでね花岡さんはいあの流局の方が嫌かな やっぱ先手オールもらっても上がりたいね、はい、これ6九飛車そのままやはりトイトイ含みに見えるからこの1、e、ピンもね少し1、まあ e、ピンこれで3枚見えるか自身から1、e、ピン打ちやすいと。 みんな受けてるっていうのが多分ね分かってると思うんで、はい、親の花岡のさん早く上がれると思ってい,ると思いますおっちょっと残してるのが佐お母さん浩、はい、田さんも粘ってるけど粘ってますね、うん老朽 これ流局だとね先手オールもらってもまだ原点復帰しないんですよ穴場、はい、さ、うん。だからあんまり嫌な点数っていうか。ああ、老朽素使い切って天敗だこ。この終盤の粘りがすごいんですよね。で老朽素山に行ちまいます。いや、吉田は天ぱらない。いや、先手オールももらえないんかいみたいな。このままと。<laughs> 花岡、うん、そしてお見事猿川2人天杯で流局いやーあの気持ち的には <laughs> なんか嬉しくないねそうですね使い切られて天杯取られたかそうしかも、うん、ここが2人競ってるんでね、はい、花岡さんからしたら一応やっぱしかも6九歩固められて見せつけられた挙句に加点もされて差は詰まらずに あ、しかしオラさ続きますな四曲四本場。ただそんなことを思っててもしょうがないからもう加点するのみと。はい。ドラはチーソー以前流局したことによって、コーダさんはねまんでも大丈夫ですね。するしさあマンズで一メンツ親の花岡ドラムチそうが一枚続いて佐藤ドラメンツがあります。 いや、手いシャンテンじゃなかったですはい吉田コートはこちら想像でメ面ツドランチーソー1枚猿川こちらメンツありませんいいシャンテンですねさと、ね、ペンチーソーカンウンマンモーター早いわみんなそうですねペースも上がってきましたねペース上がこれ集中してる証拠みたいなとこありますからねはい <laughs> まあ対局にこうグッと飲み込んで、うん、さあ換算ピン入った、うん、これちょっと上がり見えてきたはいさあともこれで広くなった <music> さあ花岡いいシャンテンいや伸びてきたよさ最初伸びてきた伸びてきた、うん、管理扱を嫌っていきます 一応ドロワが山にあるけど久々もね、はい、苦しいっちゃ苦しいし今のところまだ、いやーこれで伸びては完全に、うん、くっつきのいいシャンテン、いやー追いつけるかどうかだよねあとは花岡さん、はい、いやーカンパースがねネックすぎるんですよね、追いついた天杯はリーチへ行きませんカンパース、ん？天杯ってない、ん？<ら>あ、そうか失礼しましたマンズが五五六六七か失礼いたしました。 山にいるドラね山に一番いるドラ重ねたら、はい、重ねたらかなり闇点もいけるしリーチも全然あるよねはい、うん、点数だけ点数があ,あドラないですねいなくなたいつもはいああ浩太さんが吸収したのかはいそしてこれ跳ね回りますからねってことコ浩太さんがチャンスってことチャンスあパーソン引いた最後のパーソン 十分十分ウッパーワン二次行きます花岡、うん、これリーチしたことによって久田さんが止まるかもしれないっていうことええ吉田孝太もこれはチャンステラ三個になれば羽間があるウッパーワンウーマンはないパーワンは一枚だけいやってことは吉田孝太がチートイッになるかどうかウッパーワン苦しいんですよねだ 酸素重なりようがないでもチーソーもないからこれも厳しいんですよねいやーそっかじゃあとりあえず卵巣重なってみたいなはい一旦酸素を短気から待ちかえしかないってことねもしくは残り1枚のパワーを積もり上がるか残り1枚のパワー1積もっても苦しいんですよね あうん親のねあ,あ親<の>はいであっこれは<ー>いやーは無理あそうそうですね現物か浩太さんがパワーワン重なっても上がりないもんねはいそしたらうんとりあえず久瀬さん下ろすことに接したけどはアンパイがないですねスそう,そうワンチャンスぐらいで打っただっか あ、吉田こうともこれ続くか数層1吉田きつい無筋うん自分から六枚目の一筋あ、そうなりましたねこれでチーッといつの目はなくなったこれで上がりの目がなくななくなりましたね吉一応い現状コウタさんねあとは先手取ってる花岡さんねはい上がりたいよねどっかで現物がないんですねこれ一回決めとくとあ、ウーピン二枚あるはい ね、ソルカーさんにある,ある程度並んでないここもない進むそうになったいや,いやこれで回らなきゃいけないのか苦しいなそうですね上がりが上がれないもんねこういう手が来ても今。 残り1枚あるパワー1はあ,<ー> 1> あ<ー>パワー1なくなった,なかったか3万はどうでしょうか3万かか、ね、ありますねはいテンパイ取れれば大きいですね吉田浩太9万も取るしね次は最後のその番テンパイ入らず、うん、このパワー1は山にありませんいや難しいね3万がここにいたか連続流曲,曲だよ 花岡の一人転敗で流局墨棒が溜まってく京卓も溜まりましたはいさあここで、ね、一旦選手の昇級士が入りそうですねはい <laughs> さあここで一旦昇級士で解説に、ねえー、戻ってきました現状は三、えー、回戦内四局五、えー、本場京卓立場四本へと移りますはい 現状は、えー、佐サル猿川が通過ポジションにいますがポイント的には大体30ポイントほど離れてますね王座の猿川とこちらですねうんそうですね3回戦終わるまでにこのまま終わっちゃうとはいかなりその最終4回、うん、まあまあさね約40ポイントさ花岡さんからしたらはいで浩太、ま、さんからしたら60ポイント弱、はい、まあ あるるんんでで結構苦し,いと苦しくなるんですよねだからそう考えると浩太さんはやっぱりどうしても結構浮いときたいよね3万点はいく上がりを目指したいし、はい、花岡さんはこの親番でどこまでも上がっていかないとちょっと最終戦苦しくなるかなっていう、はいうん、感じですよね現状は。はいまあ、花岡もと浮きまで 1,000点とかなり粘ってきましたねただ上がりがないんでね、はい、なんかしっくりはきてないと思うんですよはい、うん、そうですねこのオーラス入ってから流局続きと浩太、うん、さんもねずっと後手に回ってるしそうですねでこの香沢とかが残った状態で結局ね猿川さんとか上がられたらより下がつ、ね、より苦しくなるんで、うんはい、まあある意味見どころの 局面になるんじゃないですかかなり注目してさあここで再開となります南四局五本場京都立場四本が残っている状態なおも吉田幸太は羽満積も条件ということですねん、はい、羽満ので羽満上がりの条件となっています今ではさあドラバローソーこつないでいる花岡のところこちらいいぞ まんずもひとめんつついてひさとピンズでひとめんつこちら吉田コータまんずでひとめんつピンズでもとめんつついてサルカはじかぜペイが重なったそうずでひとめんつかなり形はいいリアンシャンテンだまあ一応マンコータさんね絶対ハネマンっていうわけじゃないですけど、はい、一応あの巨匠とか込みでマンガンつもあり 積もり上がればん、ね、2>, 2着そうですね。で多分4回最終戦勝負っていう形でもやむなしだと思いますけど、はい、ただ猿川さんがピンクドライチあいやペイチャーかペイチャーですね、うん。仕掛けてもいけるから結構チャンスな手もらってますけど猿川、はい、さんに上がられるとより苦しくなる苦しいですー、ねうん、が 今出そうですおーっといったとこれ結構引っ張れるともしかしたらね引き付けてあー自身であんこにしたこれはもうそんなこと関係ないわ関係ありませんよともうやりたい方だよねもう万全ですね全部仕掛けてくる その間に花岡さんが追いつければはいリアンシャンテンの形花岡手は来てるんですよ今上がりがないけどはいことここがいいシャンテン取りませんだからこそ一発決めときたい花岡さんどうだ進むか進んだ急走パスを 仕掛けはどうですかねロ,、えー、ローピンチローピンチあるかもしれないはい、うん。仕掛けたくないかなでも俺はうわーここに俺はもう万全天敗いやもうあるもうリーチあるリーチに行きます、うん、リアンマンサンの並びシャンプーお待ちリーチに行きますこれ勝負局だサルカーさんにとってもどこまで行くかがサルカはマンズの縦重なりは補充。確かに 山に一枚ずつあるの?。そうですね。3万3万はい、サルカが一枚ずつ持っていて。残り山に一枚。うわ。うわこれはどうする?。三層切って現物待ちにするか?。現物リャンスを切ってサブローソー待ち。サブローソー三層一枚のローソー二枚、うん。いや、ドラ二枚あるの? 3 2? 2> 3 2。三対二?。三対二。いや、枚数、サルカさん。しあ、リャンマン使った。 これでかくね？結構。直撃。うん、花岡リーチドリッチ三千九百の五本場五千四百。いやサルカはファンにとっては嫌だけど花岡さんのねファンにとっては結構嬉しい上がりになりました、ね。いやこの五千四百大きいですね。花岡これでトップ目いや加点していきたいさらにこれね。はい、うん。直撃。 でかいもんね,ででね今ボーダーのサルカーさんからこれでぐっと縮まりました一気に<う>さあもしかしてトップ目にはトップ目立ってますねはいトップ目立ってトータルのボーダー、えー、ポイント差もかなり縮まりましたこちら黄色ド表き寄せてるうもうか合ってないようななんだなんだしたととんでも手が入って,た入っていたぞ入ってたぞさあ何四局六本場興奮してカビカビやんも、ね、<laughs> そうですねいやーもうあまりの興奮に <laughs> <laughs> 口が回りますさあこちら久遠の手配、はい、これです注目俺も人のこと言えないけどこれでいいシャンテンいや面白くなってきたねはいそうですね天敗いやーカンパッソカンパッソやっ全部いいんじゃないの3枚3枚いますね本日と天敗 浮きに丸さあ、白をポンして。<laughs> 間違えば老朽層。まあまあ打点あるしね、これ、かなり。そうですね、五千二百ですか。<laughs> 安めが五千二百。高め八千だから、ね。高め八千。あ。あ<っ>こまちゃん、八五郎。あ<っ>、数重<っ>なった。<laughs> 出ない。出ないですね、あの発。ここで発が。 山からなくなった。いや帰ることマア。チュンには帰ず、ハツ、うん、をポン、えチュンをポンした吉田凍った。いいシャンテンです。初から変わることありますかね。どうでしょうか。いやないんじゃない。トーンそうですね。うん、トンは自身でポンしてる。シャーはあんこペーはにマ切れレ。んななさそうだねうそうですね。うん、当分さ天敗ウッパーは待ち。 孝太ああさんも、はい、あの花岡さんと猿川さんがこうギュッとこう近づいたことによってこう差がね一旦これ上がって最終戦勝負っていう切り替えてますねこの花岡の直撃は吉田孝太にとっても嬉しい直撃だったとそ,それまでは猿川さんがね結構いい位置にいたんですけどさっきの直撃によって、はい、花岡さんの上がりによってさあ花岡いいシャンテンの形どう取るか。 うんー、ごつごつしてるけど数万切るとメンツでもおといてもいいシャンテンだ、ねうん、3万とかあるんじゃないかなおお3万3万は今通ったところですね吉なの現物あっ リーチに行きます。ウッパーピーマチーリーチドラドラ。これはすごいぞ。ひさとさんないし、いやでも俺打ちとかあるかな。大丈夫。あー、浮ピンつかんだ。嘘でしょう。いやこれ初に手がかかったー。ひさとがこれで浮きに回ります。白本一チャンタ八千の六本場九千八百。いや痛いねこれは。さあこれで。 えー、3回戦が終了いたしましたトップから花岡あトップまで行きましたか佐藤これ6本馬長れトップまで行きましたトップから佐々木久遠続いて2着に花岡清雄3着に猿川増戸市そして苦しい一人しつみの4着吉田浩太以上の並びで3回戦が終了いたしましたこのは最終4回戦です。